デビット・プラウズはイングランドの俳優、ブリストル出身。ボディビルダーやウェイトリフティング選手として活動した後、身長198センチの長身と屈強な体格を生かして主に悪者の手下役として出演。2000年に大英帝国勲章を授与された。ダース・ベイダー・プラウズの名を一躍有名にしたのは、スター・ウォーズシリーズエピソード4、新たなある希望をエピソード6。 ジェダイの期間でのダースベーダー役である。ただ口述のように、それは、スーツアクター的な役回りであった。プラウズは声も担当したいと希望したが、鉛が強いことに制作者サイドが難色を示したため、実現せず、ジェームズ・アル・ジョーンズが担当した。プラウズは、殺人が苦手で、ライトセーバーを追ってしまう NG を連発したため、エピソード後、 スター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲以降はそのシーンのみ、殺人指導のボブ・アンダーソンがアクターを担当している。また、エピソード6、ジェダイの帰還の終盤で、ベイダーのマスクが取れ、アナキン・スカイウォーカーとしての素顔を表す場面があるが、これもプラウズではなくセバスチャン・ショーが演じている。プラウズを外した理由は、プロデューサーのゲイリー・カーツによると、ジョージ・ルーカスがベイダーとしては、 若すぎると考えたため、同ロバート・ワッツによると、筋書きを知られて、マスコミに流されたくなかったためとされる。しかし、プラウズが、エピソード6の撮影中に受けた、デイリーメール誌の独占インタビュー記事で、ダース・ベイダーの死をスクープされたため、プラウズが情報を流したと信じたルーカスは激怒し、関係は険悪となった。しかし、プラウズはリークを否定しており、後日、この記事を書いた、 デイリーメール氏の記者ポールドの番もリークしたのは匿名の別人だと証言している。プラウズとしても吹き替えのみならずラストシーンまで苗頭にされたことでルーカスへの不満を抱いており確執は続いた。そして2010年、プラウズはルーカスフィルム関連の公式イベントへの出入り禁止を言い渡されてしまった。2015年、彼にスポットを当てたドキュメンタリー映画 I am your father, I am your father が制作された。2020年11月に新型コロナウイルス感染症に罹患し、2週間の闘病生活の後、11月28日にロンドンの病院で85歳で死去した。また、晩年はアルツハイマー病を発症していたとされる。ありがとうございます。